さあ、こちらの動画では海号で行ける美濃高生が選んだおすすめスポットを紹介します。さあ、出発しました。こちらは降りたいところでボタンを押します。今回どこに行くのでしょうか。はい、最初は美濃島漁港のバス停から浜の打たせ。お腹が空いたのでランチをいただきます。はい、美味しそうなしらす丼にマグロ丼、そして海鮮丼と、ランチはすごく人気で売り切れの日もあるみたいですよ。続きまして物販コーナーでお土産を探します。新鮮な魚や有田市の特産品がたくさんあります。はい、矢光のバス停です。こちらは気をつけながら細い路地を下っていくと矢光漁港に出ます。映画のワンシーンのような写真がたくさん撮れましたね。でも結構急な坂道なので動きやすい格好をおすすめします。いい写真が撮れました。坂道を上り下りしているとまたお腹が空いてきました。矢光の入り口絶景カフェへお邪魔しました。目の前に大海原が広がっています。東京で経験を積んだシェフが作るハンバーガーやデザートを堪能しました。はい、須佐神社に到着しました。階段を登った先にある神社で今花手水がとてもインスタ映えということで人気みたいですよ。ちなみに毎年10月14日に行われる志田祭りでは神前に備えられた鯛を奪い合う荒々しいお祭りでとても盛り上がるみたいですよ。こちらはラブラックカフェです。海沿いにある倉庫を改装した作りになっています。まさかここにおしゃれなカフェがあるとは驚きました。1階で注文して2階でいただきます。とても広々とした店内で高田の海を見ながらカフェタイムを楽しめます。以上、美濃島高校バス旅部でした。バイバーイ。バイバーイ。いかがでしたか？気になった場所はありましたか？営業時間や住所など詳細は概要欄に掲載しているホームページやインスタグラムをチェック。